みんなもうこの練習に乗る時からもう第一希望、第二希望、第三希望ぐらいまでは書面に出さないかんですよ。誰でもみんな第一希望せんときですね。どうしてかって言ったら格好がいいと言うのと、それから水平と、この縦は戦闘機だけなんですね。輸送機とか爆撃機なんかも宙返りはできないし、垂直旋回もできないしですね、やっぱり派手に動き回るのは戦闘機だけですね。それで若いからですね、みんなそんなのに憧れるんですよ。でも本当はですね、とっても忙しくて難しいんですね。重爆だったら広報の専門、通信の専門、専門家が全部乗っていて、5、6人は乗ってますから、掃除はもう掃除をするだけでいいんですけども、戦闘機やったら全部自分一人で何でもしないかんからですね。左手のこれレバーはですね、4つ、操作する、あれがあります。速度、それから射撃の引き金、それから燃料を薄く、温度が上がったら、100メートルか200メートルぐらいごとに燃料を薄くしていかんと、エンジンの調子が悪くなりますからですね。それから手はもう、これはもう操縦桿、足、それぞれ異なった操作がありますから。着陸、離着陸でもですね、離陸は大体みんな同じでいくんですけども、着陸するのはですね、みんな個性があるんですね。見とったら、あ、こいつは誰だ、あ、これは誰だって分かります。みんな個性があるから、変な着陸する、変なっていうか、みんな着陸、独特の着陸式するんですね。それで一番、私はもう何百回も離着陸やったんですけども、新聞紙をですね、新聞紙がありますですね、あれに赤く塗ったのをですね、滑走路の手前に着陸するところに、貼ってるんですよ。そしてちょうど着陸するときに、その片足、左足がそこにつくように、それはちょっと難しいですね。私も4回か5回に1回ぐらいはそこに着陸できたんですけども、これはもう卒業したらすぐ、まず急な縁、ちょっと考えてみたら、よくもあんなことできるなと思うくらいですね、立ち上がりに違うんですね。離陸速度と着陸速度と水平飛行の速度と、この3つしか教えてくれないんですよ。そしてフラップは第4旋回の時に何度、その程度しか教えないんですね。だから頭の中にしっかりするフレート感というですね。で、私も初めて17線に初めて乗った時に、速度計をですね、いつもなら高度300、水平飛行に移る時はもう高度300なんですよ。ところが17線に乗ったら、この300を3000メートルと間違えて、高度計が違うんですね。だから300と思ったら、なんか地上の見え方が違うけど、これ景気が間違ったらしいんかなと思って、よくよく見たら3000メートルだから300のと1500が1600ぐらいまで上がった時が見え方が違うんですね、地上が。で、うわーこれはいかんと思って、まだもう慌てて降りてきて、どん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 速度が出てるもんだからですね、滑走路いっぱいで止まって、それが一番最初だったです。なんとも言われるんですね、嬉しいような怖いような、まあ、これが戦闘機かと思うよ、気持ちですね。97戦ではですね、もう一通り戦闘機乗りとしての科目は全部やりました。運中飛行から地上射撃、それから後方から、その間も短期戦の年次やるんですけどね、隊長がたまたま外に出て、私がこうやってたとこをこうして見とったんでしょうね。あれは誰かって言われた、あれ鳥屋ですって言ったら、自分の18番の実際に戦闘にやるときに使う一手にしろと言っとけって言われた。私は降りてきて、隊長がこう言うんですよって聞いて、へえと思いましたね。片っぽが
ひっくり返ってこうやるんですね。で後ろにつくだからこういうふうに向こうも座ったまんまでこう当時が引っ張ってるのが見えるんですよ。こっちも引き込んでこう見てるしですね。私はどっちかって言ったら宙返りから背面飛行に結ぶのが得意っていうことはなかったけど、他のもんがあんまりしなかったみたいですね。それから対爆戦と爆撃対戦闘機ですね。あれもちょっと本当と危なかったな。それから夜間飛行ですね。7.7 か。で、プロペラの1回が回るのに7発か、弾が出るんです。その7発の中に栄光弾が1発入ってるんですね。で、私は栄光弾は見たことないんですけども、私は照準器ばかり見た気ですね。照準器もですね、初めはこう筒みたいになった照準器。後から鏡みたいな照準器になってですね、これで見やすくなりましたですね。それから無線も無線複製になったからこれも使えなくなって、それで機種によってですね戦い方が違うんですよ。 P38 かな、横にエンジンが2つあって胴体が真ん中にちょこっとあって戦闘機です。あれだけは絶対ですよ、戦いするなら。高度が15度のところにいた場合はもう即逃げろと、絶対勝たんと。向こうが速度が速くてそのくらいの角度で、だったら向こうの速度がうんと速いと。それから銃がですね、銃が日本のほらこことここでここでしょ。それからまあ錦線になったらこの辺にも30ミリぐらいとかあるんですけども、ところがP38 ですか、あれは大きな銃じゃないけども、ずらーっとあるんですよ。で全部水平に、日本のはある一点の50メートルか100メートルでこう交差するようになってるんですけども、このアメリカの飛行機は全部水平に、だからちょっとでもこう傾いてあったらバーッと、もうどれないだろう、弾が当たるというわけですね。それからP51か、あれがかなわんから逃げろっていうわけで、雲があったら雲の中に入れということですね。絶対に負けん気出して突っ込んだらもうやられると。だから P51 に勝った戦闘機あんまりいないんですよ。ほとんどやられてるんですね。いつか聞けなくなることを、このチャンネルは学校教育だけでは語られない戦争体験者の方たちを映像で後世に残すために運営しております。映像を後世に残したいと思われた方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またメンバーシップでは取材費は、本編には載せられなかった映像を公開しております。このチャンネルの応援をお願いいたします。